乗ってる感じの入場テーマっぽい感じで、ね、この両者過去4度対戦3勝1敗琴雪その通りです。うん、去年の3月初対戦その時石浦勝ってそれ以降はその琴雪の3連勝中。うん、まあ、あのね、突っ張りがあるからね、中に潜りたい石浦だけど潜らせてくれないと思うんだよね。ヤクさんそこ注目して右の石浦は中に入っていきたい、はい、それを入らせずに突き放すかどうか。なるほど、じゃあ最初に決まりますね。ですね、はい、うん、それもあってやっぱり早く中に入りたいんでしょうね。うん、でもたまにはこれ作戦の時もあるのこれ。え、今のが行くぞって見せといて、実は違うところ、そうで相手がすごく勢いで来るなと思ったらこっちが突っ込んでいくと、はい、ピュッとかわす時ある。あ、なるほど、そういう作戦使う人もいます。なるほど、この後様子を見て石浦左右に変わる可能性もある。おっと、今度は琴勇気が早く突っかけた、立てなかった石浦。こうなると、はい、どっちもすごい悩むんですよそっか、裏の裏の裏みたいな。そう、もうこの時点でいろんなこと考えてますからね。さあ先に突っかけた石浦、次は琴勇気、さあ3度目の立ち合いとなります。まあ、体がないですからね、いろいろやってくると思うけど、ね、変わった、まさにその通り言ったでしょ。すごい親方の予想通りというか作戦でしたね。そうそう、僕も一応相撲やってたんですよいやいやいや存じております一応で最高優勝されたらいいんですけどこれで親方さん本当その通りでしたね。いやすごい、今お話聞いた後だったからもっと実感が。そうですね、こういうふうにみんなあの4メートルの時の中ですごくいろいろ